田君だったね。全然興味持ってなかったよ、君。ビースケ君。はい、こんにちは。1月じゃなくて2月ですね。2月の1日水曜日。今はね、3時半ぐらい。お昼過ぎ、夕方前のお散歩です。はい。今日はね、こんな感じでいい天気です。今ね、新機種の撮影で、ちょっと朝からね、出かけてたんですけど、今帰ってきまして、ちょっと朝時間がなかったんで、お散歩、もうちょっとキャンセルして、帰ってきてすぐに、今、来たって感じですね。はい。で、ちょっとね、びっくりしたことが、一つございまして、うちの隣の隣、二つ隣の部屋がですね、まあ、おばあちゃん一人で暮らしてたんですけど、なんかガランとしてるなと思ったら、管理人さんに聞いたら、施設に入られたからもう売りに出してますっていうような情報を得てですね、売りね、いくらかなって聞いたら、びっくりするほど高くて、ねえ、ピースケ、安かったら買っちゃおうかなと思ったんだけど、角部屋で、まあ、日当たりはいいとはいえ、北向きの角部屋なんでね、そこまで価値は、ね、あるって思えないんだけれども、そう、僕がね、20数年前に買った値段よりも、なんと1000万以上高い値で売りに出してるそうです。さすがにね、そんな値段じゃ売れないとは思うから、うん、まあ安くはなるんだろうけども、それでもやっぱ、不動産売却益が出ちゃうぐらいの価格なんじゃないかなと思います。なんかマンションの、いや、うちのマンションってもう結構古いですけどね、築35年とかじゃないかな。その割には綺麗なんですけどね、あるんですが、風強い。そんな値段で売りに出してるっていうのはちょっとびっくりでしたね。買う人いるのかな。まあいないんだろうけど、せめて400-500万安くなんないと買わないんじゃないかな。買う人は出てこないんじゃないかな。もっといいマンションあるしな、新しくていいマンション。売り値からね、600万円使ったら買ってもいいなっていう思ってたんですよ。ただだな、2900万はないわ。よし、ちょっと歩こうか。バイバーイ。ビスケバイバーイ。